かこいつ。確かに、うん、ピコさんエース募集中ですよ。よいしょ。2023年3月中旬、ホスト TV スタッフが訪れたのは日本三大都市の一つ名古屋。この地でホスト業界の歴史に新たな1ページが刻まれることになる。全国60店舗超え、店舗展開数日本一を誇るアクアグループにおいて2年連続で最優秀店舗に輝いているアルファ by アクア。そのアルファで総支配人を務めた南ココア。月間指名本数100本を達成すれば一流ホストとして箔がつく中、730本という人間離れした記録を叩き出し、日本記録保持者となった。年間売上も3年連続で1億円超え。そんな南ココアは新店アクア名古屋の代表取締役に就任。半年のプレオープン期間を経てついにグランドオープンの日を迎えた。前回アルファからアクア名古屋に移籍した主任ユキヤに地方への移籍に際しての葛藤やお客様事情を話してもらった。今回は目まぐるしい一夜となったアクア名古屋グランドオープンの模様を公開。一番忙しいと思うんですよ。プレイヤーが忙しいとか酔いつぶれるより内勤が忙しいイベントの方がいいと思うんで、アクア名古屋のキャストさんたちはやってくれそうですかね。まあ、やっていくように教育するのも仕事なんで、その教育の結果が超大事なんですよね。エジエジ V タクシロー。この日はアクア名古屋グランドオープンを祝うためスペシャルゲストが訪れていた。アルファバイアクア永瀬瑠衣総支配人、総理ご受賞の一発、永瀬さん。まずはグランドオープンおめでとうございます。今日来てみて実際肌で感じてみてめちゃくちゃいいお店だなと思って、内装も綺麗ですし、なんかやめようこれ綺麗なこれ動画で。なんかホスト、確かにしょうもねえなこいつ。確かに、うん、ピコさんエース募集中ですよ。よいしょ。顔はイケメンだし接客も丁寧だし、すごいなんか人として尊敬する部分が多くて、まあ、今俺がいなくなってね、この部分をね今タイガとレイでこう補ってて、アルファっていうお店自体は本当に下の売り上げも伸びてるし、まあ、やっぱアクア長は負けてらんないんで、まあ、レイがこれから代表になったりとか、まあ、店舗責任者になった時に俺も負けないようにするから、売り上げでは今負けてるんですけど、はい、指名も負けたことないんで、はい、指名本数負けたことないんで、はい、マシチですよね。ああ、いったー、それは本当にガッソだ。悔しいけど、でも売り上げは負けてるから俺も切磋琢磨頑張ります。はい、本当にわざわざ遠方から来てくれてありがとう。これからもよろしくお願いします。で、南国川はエース募集中です。よいしょ。よいしょ。ここから怒涛のシャンパンラッシュが幕を開けた。渚に関してはいい意味でも悪い意味でもすごいね波があった1年だったと思うけど、俺の部下で働いてる以上は、まあ、絶対ね幸せになれるような人生を歩めるように俺はしていくんで、これからも俺についてきてください。歌舞伎町のアルファで最初始めて、それがここは3紹介入ってて、で名古屋で、まあ、やるから来ないみたいな話があって、じゃあ行きますって言って行きました。入ったばっかの時にイベントが、タガさんバースデーのイベントがあって、あ、こういう風になりたいなってすげえ憧れたんで、まあ、それが本当に大きい機会かなと思って、いい姫に巡り合えたっていうのはあるっす。アルファの時はぶっちゃけあんまり売り上げも良くなかったんですけど、こっち来て結構変わったんで、そこは大きいポイントかなと思って、まあ、役職上がって運転も
元のアルファに負けないぐらいのテンポを作っていけるような手助けじゃないですけど、俺の力で盛り上げるぞみたいな感じですよ。でかいじゃん、はいはい、いいやじゃん、いいやじゃん。で、朝日は悔しい気持ちとかあんまり表に出さないで、熱い朝日を 見れる日を待ってるんで、まあ、これからも赤ラブが盛り上げる一員としてね、よろしくお願いします。僕、ここの従業員に TikTok で声かけられて始めたんですよ。だから、もともとなんかホスト始めようとか思ってたわけじゃなくて、拾われたみたいな感じなんで、気づいたらホスト始めてます。まあ、とりあえず、この店舗の人間全員食いたいです。食いたい、はい、それはもちろん。じゃあ、ココアさんも食いたい。カメラあるのずるいな。はい、それはもちろん。まあ、僕は一応グランドオープンのメンバーなんですけど、本当にもうアクアラバに入ってよかったなって思うんで、ちょっと僕もちょっと酔ってるんであんま言えないですけど、アクアラバ最高、よいしょ。多分代表、はい、代表の人間性に惹かれてあります。一言で言うともうめちゃくちゃ熱いっすね。本当にオスとしても人間としてもすごい熱い方だなと思ったんで、やるからにはナンバーワン取りたいっす。あらゆるよ、じゃあ手上がり、ダソー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 ダこうやってシャンパン入れて、役職者よりも誰よりも一番目立ってやろうと思って、赤名古屋でナンバーワン立ちたいんで、よろしくお願いします。よいしょ。名古屋に入られた経緯って、もともとアルファバイアクアで働いて、はい、で、まあ、向こうでずっと売り上げ安定はしてたんですけど、まあ、歌舞伎町半年、名古屋半年が僕今そんな感じなんですけど、歌舞伎町でタワーしちゃったんで、まあ、ホストを歌舞伎町でやることないなと思って、ココアさんたちがいるメンツがいいと思って名古屋に。今後名古屋でどうなっていきたいか目標をお願いします。今年の目標は僕1000万打ってナンバーワン取ることなんで、せーの、乾杯。グイグイジャパン、グイグイジャパン、グイジャパン、おいおい、セイドセイド、シンシン、プロデューサー、プロデューサー、飲めるよ飲めるよ、飲んでよ飲んでよ、ゴー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 。ここからココア代表3日目ね、どん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 いいお店作っていければいいかなと思うんで、本当に命かけてこの店作ってるし、マジ命かけてるぐらいの覚悟じゃないと俺名古屋に来ないし、ちゃんと覚悟を持って、まあ、自分がね筆頭に頑張っていかないっていうのは思ってるんで、俺に納得いかないことがあったりとか、売れてなくてな悲しくなったりとか、その後がいっぱいあると思うけど、赤名古屋にいたら絶対に幸せにするんで、まだまだ未熟なんですけど、ホスト人生っていうかね、まあ、人生を支えれるような代表になってくるんで、みんなで成長して足踏み揃えてこの店を盛り上げていきたいと思ってるんで、これからもついてきてください。次回メインイベント、グランドオープンタワーの圧巻の光景をお届けする。